はい、皆さんこんにちは。本日はね、本を読んだので紹介したいと思います。で、本日紹介するのはこちらになりますね。炎症と心症ということで、井上久志さんのね、この、まあ、脚本ですね。脚本になってます。で、これね、本当にこの想定性がいいですよね。まあ、この表紙にね、和田誠さんのイラストに、まあ、井上久志さんのこの本ですよね。もう本当にね、もう本がね、美しい。本見た瞬間にこの美しさはねえなとね、久しぶりにね、本自体美しいと思ったのはこの本久しぶりですね。この劇ですけど、まあ、炎症っていうのは三遊亭炎症集ですね。それと、あとで、心象っていうのはね、古今亭心象集ですね。皆さん大好きな古今亭心象と、あと本格化の代表格である三遊亭炎症集ですね。うん、この二人の、まあ、あの演劇になります。で、演劇でね、このまあ落語家を使ってるってことは、じゃあ、なんか寄席とか、東京での話なのかなと思いきや、井上久志さんとお得意のね、第二次世界大戦中の落語家さんのこの人生ですね。で、しかもね、その第二次世界大戦中ですが、なんとね、さらにね、井上久志さんの大好きな満州での話ですね。前にね、小松座の演劇で、連鎖街の人々ですね、あれを見たんですけど、まあ、連鎖街の人々の満州のその連鎖街って中の劇作家ですね、劇作家2人の苦悩のね、そういった演劇になってますけど、まさにですね、その場所の近くですね、連鎖街には行ってなかったとは思うんですけど、まあ、近いところですね、まあ、連鎖街に行こうかなとか言ってたぐらいなんで、まあ、その同じ時期のその炎症師匠と心象師匠ですね、この2人がなんとね、その満州にいたって話ですね。まあ、これ本当の話かどうか知らないんですけど、まあ、古今亭心象師匠がね、本当井上久志さんね、見事にね、心象師匠らしいキャラクターを作り出してるんですよ。まあ、喋り方とか、そのね、この劇の中の動き方とかね、まさに本当に心象師匠なんですね。皆さんが思われる心象師匠を見事にこの中の物語で、まあ、書き起こしてるっていうね、本当に心象師匠で、それに対して真面目なね、炎症師匠が、まあ、兄さんと心象師匠を慕いながら、まあ、お金の面倒とかね、まあ、心象師匠なので、まあ、金があればあっただけ使ってしまうっていう、そういったキャラなんですよね、まんま。で、なのでそれじゃあもう生きていけないんじゃないですか、そんなもう満州で。なので炎症師匠がしっかり財布と、まあ、ツッコミ役じゃないけど、まあ、セーフティーとしてね、まあ、一緒にいるって感じですね。で、これもね、言ったのもまあまあ変な話で、とりあえずね、東京じゃ仕事がないので、まあ、満州に行けば陸軍の方の、まあ、いろいろ階級つけてもらって、まあ、慰安のためというか、なんというか、そんな感じでとりあえず落語家としてね、まあ、行けるということで、しかもそうすると、まあ、軍のお金でね、食ったり寝たりできるし、あとさらにお給金もいいってことで、新庄師匠はね、喜んでいくわけですよ。で、その時本来ね、行くべきだったのはこの群馬伊勢崎を代表する昭和の名人、古今亭今助師匠ですね。本当はね、古今亭今助師匠と一緒に行くはずだったんだけど、まあちょっと仕事の都合で三遊亭炎症師匠をこう連れていくっていう話なんですよ。まあ、なのでね、引っ張り回されたというか、振り回されたのは炎症師匠で、振り回してるのは新庄師匠ですね。で、このまた無責任さとか、あと喋り言葉とかね、見事で、とはいえね、この中の新庄師匠はね、ちゃんと落語の勉強とか、あと落語のアイデアとかずっと考えてるんですよね。しょうもないこの女の子と会話とかも、それを自分でね、再現してみたりとか、俺が移り会話こうするんだぐらいな感じで言ったりとか、この二人をね、いろいろ掛け合いとかね、あと落語らしいそういったね、この会話とかね、そういったものがあるんだけど、物語は当然その戦時下の満州、しかもね、日本軍が負けてるところですね、昭和45年付近で。じゃあどうするか、じゃあ日本に帰るためどうしましょうかって話になるわけですよ。まあ、みんな引き上げるのは大変で、しかも中国人もね、満州だなんだとえばってたこう日本人をね、そろそろ冷たくするっていうか、この追い出しにかかるし、あとまあこうね、満州を攻め込んできたっていうかね、まあ、ソビエト連邦の兵士ですね、ソビエト連邦の兵士が、まあ、日本人をね、こうなんだろう、捕まえてシベリアに送るってことで、初めはね、この時代ね、禁煙落語っていうのがあるんですよ。まあ、落語がね、演じてはいけないっていう話、まあ、狂話とか、そんな大してね、やばい話ではないんだけど、禁煙落語っていうのがありまして、まあ、禁止してる落語ですよね。
分があるんだけど、まあ新書師はそこで言うこと聞かないので、まあ禁煙楽をやってるわけですよ。なのでまあとりあえずね、2人はね一回こう指名手配されるわけですよね。で最初ねこの指名手配されてショック受けるのかと思えばね、2人はね喜ぶんですよ。指名手配されればその国のお金でね、日本に連れ返されるので日本に帰れるってことで喜ぶんだけど、まあよくよく見ると指名手配している連中がね、日本政府でなく、まあソビエト連邦とかね中国だったりするので、これあれですよってことで、そこのねお世話になってるおかみさんがね、これあれじゃないですか、これ捕まったらシベリア送りにされませんかって言われて、そこで炎症師匠とその新書師匠はその驚くっていうね、びっくりするっていうね。だそれまではもう自首する気満々なんですよね。もう自首して捕まれば東京に帰れるってことで、日本に帰れるってことで喜んで、じゃあ明日の自首しましょうかなんて言ってたんだけど、言われてみてよく見たらソ連軍の指名手配で、これ捕まったらシベリア送りされるってことで、それだけは勘弁だってことで、まあ、そこからこの2人は逃げるわけですよ。ソビエト連邦のね兵士が、ソ連兵たちがそのね宿屋とかにこう仕掛けてきたりとか、そういったことで、まあ、かくまってくれた女性たちもね、ちょっといろいろ悲惨な目にあったりとかするっていうね、まあ、なかなかねちょっとこの落語的なお笑いと第二次世界大戦の苦しさもね描かれている話で、でまあね井上久シーズムっていうか、まあ、ちょっと人情話的な感じになったり、まあ、最終的にはねちょっとこの新章師匠が2人にね炊き出しをしてくれたこのキリスト教のその教会があるんだけど、そこのそのシスターたちがね、新州師匠とこの栄翔師匠の言葉聞いてたら、神の言葉にこうなぞらえるっていうかね、その重なる部分があって、新州師匠のことをまあ救世主とね思い込んでしまって、勘違いされるとかね、そういった話になっていったりをするので、なかなかねこの劇的なそういう話になってますよね。なかなかねちょっと面白くて、これねちょっと演劇見たいなっていうね、この舞台見たいなって思いましたね。いやこんなね落語が舞台にしたねこんな演劇もあったんだなって感じがちょっと驚きましたね。でしかも中身もね本当よくできてて、この中のね新章師匠本当に新章師匠なんですよ本当にこのいい加減さっていうか、見事にねもう見てて面白いし、なんか憎めないしって感じのね、本当に面白かったですね。まあただねこの後書き読んだんですけど、後書き読んだらまあやっぱりね落語好きからいろいろ突っ込まれたらしくて、それに対するちょっと文句がね、井上久さんの文句が書かれてましたね。ちょっと説明、その落語に対しての説明が足りねえよって言われたらしいんだけど、それを分かっててその劇的なリズムが悪くなるから省略してんだってことをね書いてるっていうね、ちょっと後書きもちょっとね、何かしらこの新書師匠と炎書師匠のなんかねそういった話があるのかと思ったら、昔のね結構めんどくさいたちの落語ファンに対するその苦言で終わるっていうねまあそこもなんか時代だなって感じがしていいですよね。いや本当にねこれちょっとね面白かったので、まあ簡単に説明するのは難しいんですけど、とにかくこのね三遊亭圓生師匠と古今亭志ん生師匠が、まあ第二次世界大戦中のその満州のね大連ですかね、そこに行ったね、美味しいご飯食べてお金も簡単に稼げると思って行ってみたものの、その大連では大変な苦しい生活をしましたっていうね、その中で結構ねこの落語のまあ修行っていうかね勉強もしたりとかね、まあ落語的なそういった得るものもありましたみたいな話になってきますね。で本当にねこの劇見たいな、この演劇見たいなって感じの、まあいい脚本になってます。というわけでね、本日は井上久志と炎章と新章ですね、これを読んでみたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。